るさいな。確か名刺交換したから。ああ、ラジオ局の人なんすね。テレビじゃないのか。でも迷惑かけたしメールしとこう。お MRS って。 MRS 藻岩山ラジオ12のクロック千代まどかのセプテンバーブルームーンの時間です。いやー、やってしまいましたよ皆さん。私乗車歴8年目にしてとうとうゴールド免許返上の痛恨のミス。あ、このパン美味しい。すみません、これなんていうパンですか？ポンデケージョです。ブラジルのパンですね。へー、うちの店初めてですか？あ、はい。スープカレーをこれだけいろんな種類のパンで食べさせる店って珍しいですよね。札幌はカレーの激戦区ですから、何のかんの言っても結局カレー屋の持つアジアンなイメージは払拭した方が女性客を呼び込めるって店長の計算が大当たりで評判も上々なんですよ。激戦区とか計算とかお客さんに言うのやめてって言ってるでしょ。夢、パンとカレーの夢空間つってんでしょ。すんません、何かつと私楽屋乗りが大好きで女子アナの罰とか見てたもんで。楽屋の方がウケると思うんだよね。全ての虚飾がネット上で剥がされるこの現代つか FM 流しっぱなしで何が夢空間だっつーの。 J-POP のボサノバカバーでもかけときゃいいんだよ。そんな店ミナレさん速攻やめるでしょ。まあね。コーナーになりそうですが、どんなものかちょっと聞いてもらいましょう。真面目な話、私恋愛における地方性ってめんどくさいなって思うわけですよ。福岡出身の人前にしてこんなこと言うのもなんですけど。なんかこの声ミナレさんに似てますね。思いません？もうわがままでわがままでチヤホヤされてた典型ですよなんか福岡の男女比率でかなり女が多いって聞きましたけど、付き合ってると実感としてわかりますよ。すげー天使感覚なんですよ。福岡の人が全員そうとは思うんですけど、お父さんは本当こんなに付き合ってくれる超優しい人ですけど本当。つまりあれは自分は選ぶ側って自信から来る態度なんですよね。自然女性は選ばれる側で。ミナレさん、ちょ、仕事をほっぽってどこ行くんすか。夏祭りの出店の件で打ち合わせに行ってくるって言っといて。それさっき俺が行って帰ってきたやつじゃないですか。ミナレさん